今日の打撃は佐野選手のホームランが始まり、そして牧選手のハイプレーもありました。監督から今日はどんなゲームでしたか？はい、小林選手戦いいスタートが切れたと思います。ナイスゲームでした。さあ、そして今週もやってきますと、8月には横浜の夏の一大イベント、横浜スターナイト2022サポーテッドバイ横浜銀行が開催されます。なお今年も横浜銀行さんはイベントパートナーとしてスターナイトを一生懸命盛り上げてくれます。さあ、そして皆さん、選手監督にご注目ください。このお三方が着用しているユニフォームが今年のスターナイトユニフォームとなっております。今年のユニフォームコンセプトは、横浜の象徴的なモチーフを入れ込んだ横浜の夏を感じるデザインとなっています。また身につけた方がワクワクしたり元気になるようなデザインにしたいという思いも込められています。さらに選手が着用するユニフォームは、日本プロ野球界史上初となる襟付きハイキンシャツ型のデザインとなっております。斬新なデザインだなと思います。ですよね。日本のプロ野球史上初の襟付きユニフォームを着た初めての監督になりましたよね。この辺いかがでしょうか？いや、こう、日本初っていうのがやっぱり一番響きがいいなと思います。さあ、皆さんどうでしょう？襟付きユニフォームを着た監督かっこいいですよね。さあ、皆さんかっこいいと思います。そして山崎選手、牧選手にもお聞きしましょう。ユニフォームいかがですか？まずは、牧選手からいきましょうか。はい、新しいフォームかなと思います。そして山崎選手いかがでしょうか？はい、横浜の象徴の街がユニフォームに変えて、とてもいいなって思ってます。そしてデザインには横浜市の花であるバラなど横浜を象徴するデザインが入っているんですが、牧選手、ちょっと全体を見せていただけますでしょうか？このようになっております。さあ、どんなものがありますでしょうかね？どんなものが見えますか、牧選手？中華街があったり、ところどころ選手がいるので、はい、いいなと思います。ありがとうございます。そして僕、山崎選手も様になっていますけれども、普段はバラモンのシャツなどは着るんでしょうか？普段は着ないんで、ここで解禁かなと思います。で、このユニフォームを着て9回シッと支えていただきましょう。そして牧選手、過去とはまた違ったテイストのデザインとなっていますけれども、実際に着てみて、今年のデザインはいかがですか？はい、自分は昨年に出して、試合でいつも違うユニフォームを着るっていうのがすごい新しい気持ちになっています。試合中もワクワクできているかなと思います。そしてコンセプトは、元気になるということで、元気になるそうですか？なると思います。さあ、この元気になったパワーでまたね、ホームランを決めていただきましょう。さあ、そしてファンの皆様にもこのユニフォームを着て、今年のスターナイトを一緒に盛り上げていきましょう。そしてまた皆さんにお配りするユニフォームは、今スターマーが持っている選手着用の襟部分がデザインの中に含まれているものとなっています。今年のスターナイトは8月2日、3日、4日に開催となります。